はい、こちら広いよりじょうさんのドイツ昭和、2歳オスでサイズが35センチです。お願いします。はい、こちらのドイツ昭和、墨がバシッと決まっております。頭の先から尾の先までしっかり墨が流れ込んでおります。で、顔にバシッと決まっているので大変、迫力もありよく見えます。ベリの色も赤くですね、赤と白と黒はっきり、揃っている、いいパターン、いい感じがしますね。墨もこのようにスーッと綺麗に流れ込んでおるため昭和らしい特徴的があります。幅もあります。手びれの形もよくですね、この形おずつまでしっかりボリューム感もあり、お腹のたるみなどもなくですね、しっかりとした、いいドイツ昭和と言えますね。はい、つかみます。はい、墨がよく決まっております。いいパターンです。はい、横、はい、こちら側の横、このように荒苔のない、余分な鱗の一切ない、スルッとしたタイプで綺麗ですね。はい、お腹です。はい、白地もしっかり抜けております。迫力があり、いいドイツ昭和と言えます。はい、この縦にバシッと入った、はい、インパクトのある墨がいいですね。はい、いかがでしょうか。最後は整えます。はい、頭の方から体の方までずっとインパクトのある持ったドイツ昭和です。ぜひよろしくお願いいたします。